高齢化社会が進む中、大田区では今年初めて区内の高齢者人口が16万人を超え、人口のおよそ 22.7% が65歳以上の高齢者となりました。そのうち介護認定を受けている人の数はおよそ3万人。その数は今後もさらに増えていくことが予想されています。こうした中、区では高齢者の皆さんに住み慣れた地域でいつまでも生き生きと暮らしていただけるよう、介護予防のためのさまざまな取り組みを行っていますが、中でも特に力を入れているのがフレイルの予防です。フレイルとは虚弱や老衰を意味する言葉で、老年医学の分野では元気な状態と介護が必要な状態の中間の状態を指します。フレイルは加齢で心や体の機能が低下している状態なので、そのまま放っておくと要介護になる危険性があります。食欲が落ちた、筋肉量が減った気がする、歩くのが億劫になった、家の中で過ごすことが増えてきたなどに該当する場合はフレイルの可能性があります。フレイルを放置すると要介護の状態に進んでしまいます。では実際どのような状態がフレイルになるのか、区では簡単なセルフチェックシートを制作。この1年間に転んだことがある、この6ヶ月の間に3キロ以上の体重減少があった、普段 2,3 日に1回は外出するといった15の質問に答え、そのうち回答数が11点以下の場合はフレイルの可能性があります。また運動面での目安としては、階段を1階から5階まで休まず登れる、6キロぐらいのものを持ち上げて運べるなどといった動作ができるかできないかが判断基準に。これらの動作ができなくなってきたときにはフレイルが疑われます。こうしたフレイルの状態を予防するには、タンパク質を含む栄養を十分摂ること、習慣的な運動を行い体力を維持すること、そして外出や社会参加による社会とのつながりを持つこと、この3つの柱が必要とされています。中でも特に重要なのは社会参加です。麹屋地区にあるシニアステーション麹屋はそうした社会参加の場として利用されています。趣味を広げたい、ちょっとの時間だけで何かを始めてみたいという方のお手伝いをしているこの場所では、この日いきいきシニア毎週体操が開催され、さまざまな理由やきっかけで参加された方たちでにぎわいました。大田区方に乗って、でここに1週間に一遍でもいいから体操すれば少しは、ね、体が柔らかくなるかもって来ました。健康診断とかでちょっと労災で筋肉量とかも調べたら、あんまり良くない結果で、これではいけないと思って。区では高齢者の皆さんが気軽に参加できるさまざまなプログラムを実施、また各種イベントやボランティア情報などをご紹介する高齢者応援サイトを開設するなど、高齢者の皆さんの社会参加をサポートする活動にも取り組んでいます。予防の第一歩は外出・社会参加です。身近な運動教室や講座に参加することから始めてみませんか。地域包括支援センターや老人憩いの家などに講座の案内ガイドが置いてありますので、職員に講座内容や雰囲気などお気軽にお聞きください。